はい、皆さんこんにちは、チュでございます。ピーチャー88の無限の心臓2やっていきましょう。レベルをね、1個上げてきました、私がね。で、倒せるかなと、倒せなかったら箱組みで終わりますね、これね。まあ、スバルさんもクモンさんもちょっとレベルが上がりましたね。で、あそこ地下行ってきました、あの洞窟。めっちゃ強かったです。サイクロプスかな、何か、あ、ケンタウロスか、出てきて、もう全然1しか当たりません、私でもね。まあ、1当たるだけ大したもんかって思いましたけど。じゃあ、これ確か逃げれんだよね。30年前の私の曲だったら逃げれるんですよ。あ、これがサイクロプスか。うー、当たんない。当たんないね。くー、まだ当たんないのか。これ確か逃げれるんですよ、私の記憶ではね。え？あ、逃げた逃げた。話でなんないか。じゃあ今回も、あの、ハグ組になりますね。いやー、参ったな。もう骸骨はやっつけれると思うんですけどね。ちなみにまだ王さんくれますよ、お金を。お、あ、一応いいとこまでいけんね。お、一応倒しましょう。多分ね、サラセインさんの魔法を使っちゃうとね、あの、経験値入んないみたいです。やっぱりディスプレイ、ディスペルなんでね。ウィザードリーもそうでしたよね。スバルさんまでだね、当たんのは。おお、外れちゃった。あ、でもなんとかなるね。え？あ、当たんないね。期待したんだけど。お、ということは、あ、これじゃない。炎よ我がつるりとなれで。え？あ、当たったんだね。当たったんだね。でも全然ダメージ当たんなかったんだね。だったら全然大丈夫だね。はい、これいけるかな。う、1しか当たんない。1しか当たんないね。ということは、あの、サイクロプスさんはケンタウロスさんにも強いということだね。いや、スペースキーに重し乗せないといけないかな。いや、でもドラゴンできたら死ぬもんね。さっきもドラゴンにね、お、カナイさんがね、レベル上がりました。ドラゴンがね、なかなか強かったです。だ、なかなか強かったというか、もう話にならなかったですね。強いな、あんなの出てきたらたまんないね。あとなんかね、シーサーペントみたいなのも出てきたんで大変ですね。早くスバルさんとクモンさんのレベルが上がってほしいね。経験値が見えないからね。おお、また来た。あ、防御しちゃダメだ。防御、ああ、防御しちゃった。お、あと1ね。お、当たった。よかった。こっちだね。あと3。お、ああ、2しか当たらなかったか。おお。で、5。お、あらららら。こうだね。あ、こうだね。あ、いい感じだね。まだまだだね。まだまだもうしばらくかかりそうだね。あとレベル2、3個上げないといけないね、このボンじゃね。
私30年前はサイクロプスを倒してんだけどね、レベル何歩で倒したかまだ覚えてないね。まだまだ時間がかかりそうですよ、本当にこれ。スケルトンをしばらく相手にした方がいいのかな。まあ、ゴブリンよりは強いのか。これの次きっとゴブリンだね。なんだかんだでソバルさんダメージ食らってんね。スケルトンばっかりが出てくる。あと4ね。はい。あ、でも攻撃してもいいか。クモンさんまではね。後ろの2人もやっぱ全然当たんないね。おお、クモさんがレベルアップした。あ、よかったよかった。もうゾンビは全然問題ないですね。経験値のが見えないんですよね。これ結構長丁場のパート行くかな。そんな気がしてきたんですけどね。よいしょ。なおですね、リザードマンあたり倒すのが一番効率いいのかな。あ、フードもね、今2700あるでしょ。もうたんまり買ってきました。それでもまだゴールがめちゃくちゃ余ってんでね。これね、押しっぱなしよりもね、連打した方が早いんですよね。スケルトンよりは、そうだね。経験値が見えないかね。あと、なんとなくの強さで判断するしかないのかな。まだ、スバルさんはガーゴイル一撃ではつけれないんでね、ガーゴイルはね。どこ見てもこれがゴブリンだよね。オークじゃないよね。返したんだね。これは B ポーンじゃないよね。 FM 音源でもないよね。これ V1 モードだから、あ、 V1 って FM 音源じゃないよね。私は V2 しか、 V2 のゲームでしか FM 音源で聞いたことないんだけど。そういえばね、全然関係ないんですけどね。おお、スバルさんいろいろアップしましたね。うちの社長はね、この土日で、そっか、これ土日に、土日じゃない、先週のね、先週とか今週の土日、今週の、いや、ごめんなさい、前の土日での土日のどちらかで、日本橋に行くって言ってましたね。電気街行くって言って、かなり久しぶりに行くって言ってましたけどね。いや、行ったらショック受けるんでしょうね、きっとね。もう88とかや、88とかね、言うてた頃のもうデンデンタウンがもう見るも無残な方々になってますんでね。特に電材屋さんというかね、シリコンハウスとかは、まだ全然問題ないと思うんですけどね。逆にああいうのは、ああいうとこでしかないから多分人気あると思うんですけどね、まだね。もう量販店なんかもうかなり辛いもんでしたね。あとね、あと路駐
習が全然ないの確か、昔日本橋って言ったらね、車止めるの大変だったんだからね。あのパーキングメーター、パーキングメーターじゃないわ、パーキングエリアか、あのシール貼るやつね、あれだと見ると空き探すの大変だったんだからね。でバブルの時はちなみにあれでしたよ、あのナンバシティの、ナンバシティ、ナンバシティだったかな、の上のあの駐車場は1時間1000円でしたからね。めっちゃ高かったですからね私何度か止めましたからね、あの仕事で仕事だから止めましたけどね本当ね、いや懐かしかったですわ。あとあの当時は、あの当時じゃないか、あれよりそれよりもうちょっと前はあれでしたね、日生球場があったのかな、あら大阪球場か、あらあらどっちだっけ、どっちかが難波でどっちかが大阪城の森の宮のとこでしたよね。あーもう覚えてないな。あと藤井寺球場でしたよね、藤井寺球場が近鉄でしたよね。大阪球場が難波でしたよね。まあまああのノムさんがねお亡くなりになられましたけどね、つい最近。確かそんなんだったと。あ、日生球場があれか、日生球場が森の宮の方だっけ。なんかそんなんだったような気がしますね。すごいマイナーな話してますけどね。まあ、ナンバーはね、昔はあそこに場外馬券が、あ、今でもあるのかな？場外馬券があったんですよね。私、よく親に連れて行かれてましたからね。うちの親父様が好きでね、もう。何度か、そうだ、私あれだわ、昔ね、ゲームウォッチが流行った時に、うちの親父様がね、ゲームウォッチ買ってあげるよって言ってね、あの、梅田に行った時に、梅田の場外馬券で換金してきたお金でゲームウォッチ買ってもらった記憶がありますね。ゲームウォッチのファイヤーだったかな、私ファイヤーがやりたかったね。懐かしいな、あれいくらだったんだろう。あれ、任天堂でしたよね。その後いろいろ出ましたよね。パカって分かれる、パカって割れて折りたたみのね、2画面のやつとかも出ましたもんね、後でね。私やったファイヤーは別にあの分かれてる、もうプロトタイプでしたよね。あのゲームウォッチでもね。そうそう、ゲームと時計が、時計が見えるからゲームウォッチで、ボタン電池でしたよね。懐かしいなぁ。むちゃくちゃ流行りましたよね。宣伝もやってましたよね。ね、え、いつでもゲームウォッチ、どこでもゲームウォッチ、誰でもゲームウォッチっていうコピーでしたっけ、ね、歌でね、ゲームウォッチって最後言ってましたよね。そんなんでしたね。あ、懐かしいや。そらゴールドも1983って刻みますわ。それぐらいの年だったかな。いや、ゲームウォッチはもっと前だね。70年代後半ぐらいだったと思いますね。あんまり細かいこと言ってます、言い出すとね、私の年バレちゃうんでね、言わないですけどね。まあ、その辺のぐらいのね。年ですね。もう、もう、また1年年食っちゃうね、本当に。早いな。毎日が早くて困っちゃう、本当ね。いやいやいや。いや、これどうしようかな。次回もあれだね。育みになっちゃうね、このままじゃね。か、なんか重しでも置いといて、あ、重し置いてて、うん、こんな状態で私が適当に喋ればいいのか、今これね、指でね、あのスペースキーをしてるんですけども、いやー、うん、ここだってできんね、この状態ね、うん、これだったら問題ないわ、もうこの辺の敵には負けないと思うんでね、これ、音消した方が多分早いと思うんですよね、うん、音消した方が早いね、多分、これどうなんだろう、88の時代に、平行処理なんてあったのかな。多分平行処理じゃないですよね、これね。音と画面はね、音が消えてから画面の処理走ってね、キー入力判断して音が出て、あ、これは勝てないかもわかんない、これはまずいな、負けることはないと思うんですけどね。ああ、いい感じだ。まあ、ケツのね、後半の後ろの2人はだあんまダメージ受けないですからね。攻撃されることがないんでね。でも昔
かしね、これみんな電源立ち上げっぱなしでね、スペースキーにもあの重し乗せてほったらかしにするって言ってましたけど、私のお友達はあのそれしたまま学校行ってたって言ってましたからね。でもね、昔の88って言っちゃ悪いですけど、電気代めちゃくちゃ高かったはずなんですよね。私親に怒られましたもん。もうゲームばっかりやっててね、88ばっかりやってて、家の電気代が2万円超えたかなんか言ってめちゃくちゃ怒られましたもんね。ほんとまあ家の電気代が2万超えたらすごいですよ。だって今私ね、今私あのパソコンよくやってますけどね、1万円いきませんもん電気代。だいたいね6000円ぐらいで収まってますもんね。まあまあ今のあのコンピューターはパソコンはね電気代が安くつくと思いますんでね。まあ私だってノートパソコンだから省電力ですんでね。あでもあれだね、なんか言ってたね、あの昔アスロンってあったでしょ、ペンティアムと、インテルはペンティアムでね、 AMD がアスロンとかね出してましたけど、アスロンだっけ、なんかすごく熱が持って、あでもインテルもなんかすごく熱が持つのあったとかなんかいうのを見ましたけどね。あれ電気代すごいって聞きましたよね。まあまあデスクトップね、一時600W、600W ぐらいとか 800W ぐらいの電源とかつけてた PC とかありましたよね。私はまあ 300W ぐらいしかつけませんでしたけどね、えそんなん言ってましたもんね。それを比べたら今はだいぶ電気代安いんでしょうね。まあでも昔の88とかはかなり電気食ってたと思いますよ。とか言うてたらいい時間になりましたね。じゃあね、この辺で終わっておきましょうか。これ次回もね、次回もはぐ、ごめんなさい、次回もはぐくみですこれ。そういうわけでちょっと申し訳ないですけど終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。